同胞、久保建英を獲得しようとしてるクラブ一覧、凄すぎる。レアルマドリード、バルセロナ、マンチェスターシティ、マンチェスターユナイテッド、チェルシー、アーセナル、リバプール、トッテナム、バイエルン、ミラン。やばすぎる。もうどこでもいい。シティが一番ええやろうけど本人がスペインでたがらないからな。もうじきペップがいなくなる、デブライネオワコン、不正による処罰がいつ来るかわからない、どう見ても地雷や。バルセロナはどう頑張っても無理なんやろ。いや金出せばいける、ただマドリーがバルサイ貸せないように、バルサイクなら数倍の移籍金をマドリーに支払わなきゃならん。結局レアルが最高レベルの移籍だろう。ただポジション争いが激しすぎるよな。バルサにはクンナ裏切り者。クンナって何？どの立場から物言ってんの？バルサだけは絶対ねえよ、あのペレスがバルサに出すわけない。マドリー、半額でかかとと、他クラブ、全額でかかとと、バルサ、倍額でかかとと、マドリー圧倒的に。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。これからも頑張って動画制作していきますので、ぜひよろしくお願いいたします。本当、お願いいたします。